これね、皆さん、エイム練習になります、これ。ギガスピアで。強いね、ヘルガルダはめっちゃ。隠されし能力があるんですよ。だいたい2倍ぐらいの攻撃力にはなる。えー、ここが最強の拠点かもしれません。あれそうだと思ってた。あちもてやばいは昨日はゾーイまで倒したんで、今日は、まあ、またマップの開拓と、まあ、レベリングだろうな。昨日できたことは、金の安定供給っていうところに1日時間かけて、 どうにか安定供給できるようになってきたんで、死にませんかいや、全然死にますよ。いや、むしろ、後に行けば行くほど、あの、即死があることが分かりましたね。最初が一番危険なのかなと思ったら、全然そんなことなかった。ステータスこんな感じですね。HP は3400。3400でも、即死します。3400に上げてるからこそ、あれだよね。まだちょっとたまに耐えられるみたいな。で、多分、トーボスの攻略は、1体ずつ、多分、パルを、 全部切り替えて多分戦わないときついと思うんだよな。二面が火だよね。っていうことは左下を開けとかないといけないよな。火属性のやつって確か左下、南西側にしか生息してないから、あそこ開けてないといけないよな。三面が確か土だよね。砂漠開けてないといけないでしょ、左下やるまでに。うまくできてるよね。導線が多分整ってんだよな。一箇所だけ開けててクリアできるような仕組みになってないんですよね、このゲーム。ハードコアだと。暇すぎるから俺これで、あれだわ。 小バークやってるわこれね、皆さん、エイム練習になります、これ。ギガスピアでコバークやるの。これ、暇なとき、こエイム鍛えられますね。リストのところで、こう動かす、トラッキングの練習になるんでね。こういう日々の隙間に、エイム練習を目指していくんだよね。一体何度目の人生で俺はクリアできるようになるんだろうな。序盤の運びはね、結構良くなってきてるけど、やっぱ中盤以降の経験値がめっちゃ薄いから、 むずいよな今はあれだねダンジョンに潜るためのエリアを広げるためのスフィアを作るための金を待ってるところですねいやほんとそうですよでそのスフィアを作るためのパールを入れるためのレベル上げのための武器生産ラインを作るためのセメントが必要なので今セメントを作ってます <laughs> いやそういう感じだよ今いや冗談抜きでちょっと何言ってるか分かんないかもしれないけど本当にそういう段階ですよ 長いよいやちなみにめちゃくちゃ長いよ今。やることだけで言ったら20個ぐらいあるからね。闇属性付与のあの乗ると50%攻撃力が上がる最強のやつ。あ、ヘルガルダだそう、ヘルガルダ。ヘルガルダ29ぐらいなんだよね。まだちょっと捕まえるには厳しい。強いねヘルガルダめっちゃ。隠されし能力があるんですよ。ヘルガルダだけじゃなくてイグニスもだけどね。攻撃力50%アップが乗る。 だからあれなんですよあの。突撃指揮者と合わせて全部で最大100%自分の攻撃にワ乗スできるんで、だいたい2倍ぐらいの攻撃力にはなる。ロケットランチャーで。って考えると、まあ、かなり必須ではあると思うけど、ヘルガルダはね、書いてないんですけど、そういう能力があるんですよね。不思議ですね。キアワンだと思うじゃん。あの、他にも、まあ、イグニスとかもね、同じ性能持ってて、ヘルガルダは攻撃特攻で、攻撃力がなんかこう、なんだろう、突き抜けてる感じで、 イグニスはなんかバランス型なんだよね、ステータスが。総合するとイグニスの方が強い。まあだから、あれじゃないかな。ボスによって合わせるのが俺はいいと思う。二面のボスだったらイグニスなんだけどね、おそらく。絶対イグニスが言わず。ライド中のみですよ、気をつけてください、ね、ちなみに。ライドしてないときはダメだからね。まあライド中のみなんで、多分ヘルガルダを相当あれですね。濃縮して強くしないといけないかもな。 一応、その、の、なんかあの、パートナースキルのとこに、何々が付与されるって書いてあると50、50%乗るってことだ。ケヤ君より速いグライダーはないみたいですね、今んとこ。エアムルグが一番早いみたい。だからまあ、エアムルグも、あれだね、かなり、強くしていかないとダメだね。まあ、ロケットランチャーとの合わせ技が強いね。だから、詰まるところね。どうなんだろうな、ボス戦とかで。結局、でも攻撃力上げても、レベル50の貫突したパルが、 ダメージをししてくれる方がななんか良い気がしちゃうけどな多分レベル50にしても余裕じゃないんですよ。基本的に。レベル50でもきついと思ってて、レベル50プラス何かが揃わない限りは挑戦してもしょうがない。特にボスとかはもうこの段階でいってもワンパンで食らって死ぬだけなんで何もできないって感じです。なんだったら俺の感覚的に言うとタルコフのレベル15かもしれん。このゲームの50は。そこからまあまずどうするかみたいなとこあるかもしれん。なんかよくわかんないけど、 作ってる時の音すごいいいなこの音嫌いじゃないシミュレーションゲームってやっぱこういうなんかその音とかすごい俺大事だと思うんだよねこれさ地味にさすごいのがさこの作成してる時の音既存の音のこれあれだよね組み合わせで作ってるよねよく聞いてると多分木材の採取と金属の採取をこう合わせて作ってるんだよなこれすごいよなそれでこの気持ちいい音作ってるの 制作者の、なんて言うんだろう。スーパーファミコン時代とかのこう日本のゲーム制作者の良さみたいなのを感じるよね。すごくないそのあり合わせで作ったまかない飯の良さみたいな。おー、まあ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 、まあ。まあってか、これめっちゃいいな。採用します、これ。立地もいいし、技もあって、金があって、石炭が少量ある。あ完璧じゃん、これ。えこれ最強じゃね えー、ここが最強の拠点かもしれません。襲撃やばい。襲撃なんてでも逃げればよくない言うて。そんな襲撃ってやばいか。現状襲撃を真正面から受ける理由とかないしな。あれそうだと思ってた。あちょっちもってー、やばいあ危ないウープだマジでやったと思った今。完全にやらかしたと思った。やばすぎ。これで終わりとか。 こんなんで終わったらマジで泣くわ。一 <laughs> 番しょうもない。まあでもね、サバイバルで一番怖いのはこういうとこだよね。 危ねえ結構ギリギリだったなやっぱエアムルグのグライダー OP だわ